ちょっといい？え、俺が？いいからいいから。いいんじゃないこれ。どう似合う？どうかな。なんで俺が？まあまあまあ、そう言わずにさ、内緒のプレゼントなんだよね。おー、いいんじゃない？あ、おかえり。どうしたんすか？内緒。そうなんだ。うん、今日何したの？お、買い物行ってたよ。うん、一人で？うん、一人。そう。これ誰にやろうと思ったの？これ？人が仕事で大変な時にいい身分だよね。あ、ちょっと。もし同じように大きな災害が来て、電話も通じなくなって、お互いの居場所がわからなくなったその時は、この先の桜が見えるところで待ち合わせをしようって、そういう約束をしてたことも。ひらひら桜が舞い散る頃、君のことを思うよ。あの桜の雨をくぐったなら、君にたどり着けるかな。君がいない春にももう慣れてきたよ。僕が出した答え、後悔はないけど、夏の海も秋の日も雪の冬も、隠した思いずっと見ないように、見ないふり、二度と会えなくなるなら、つまらない意地なんてあるんじゃなかった。ひらひら桜が舞い散るなら、いつか桜通りで、あの桜の雨をくぐったなら、君にたどり着けるかな。
君にも一度会えるのなら他のものは何にもいらない、いらない。ひらひら桜が舞い散る頃、いつか桜通りで、あの桜の雨をくぐったなら君にたどり着けるかな。一人で桜を見上げるとき、君をそばに感じる。最後の願いが叶うのなら君にたどり着け。